ありがとうございます。またご支援いただきました。プレミアムフードの、缶詰ですね。ありがとうございます。それと給水器。ありがとうございます。給水器めっちゃ助かります。これね、ここを噛んでね、バキ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 って噛んじゃうんですよ。それとか、これを強引にガンって引っ張っちゃって、ここのね、ここ割れて潰しちゃう子結構います。ここ引っ張られて潰しちゃったら、こことね、ここの差し口の下がね、水止めてるとこが破壊されちゃうんですよね。すごい、これすごい潰されるんです。ほんでペロペロタイプでね、飲めない子がいてて、でこれにするんですが、スペース取らなくて、そしたら破壊してっていう感じでなっちゃうんですよね。で、ここがガチガチに噛まれるんですよね。ここガチガチなんです。そんなガチガチだったら衛生的にも悪いし危ないしね。で、取り替えるのでね、このトレーだけね、メーカーさんに行って定期的に買ってるんですけど、落っつかないんですよね。で、部品取りで、潰されたやつもいける部品だけ、残して使ってる状態です。すっごい破壊されるんですよね。はい、ありがとうございます。お名前が、漢字なんでね、S 様って読むんか、T 様って読むんか、K 様って読むんか、わかりませんが、ありがとうございました。はい。おはようございます。今日はね、ちょっと報告があります。新しいね、チャンネルをね、一つ作りました。サブのチャンネルとしてね、使っていこうと思うんですが、うちの子たちをメインにさせていただいて、もう素顔ですね。別にトレーニングとか、あと愛護のこととか、そういうことね、こちらのチャンネルでさせていただいて、うちの子たちをちょっとアップしていきたいなと思ってね、日常生活ですっごいね、やんちゃな子、わさびとかね、でこのソフィーダディー、ピーちゃん、このグループが強烈にもう大変、もうね、もう本当にピッとこの、なんていうんですか、若いピットってすっごい派手なんですよね。個体差もあるんやけど、結構派手、制御に、テンション上がりすぎてね、制御不能になっていくんですよね、頭数が多くなればね。それにプラスピットでしょ。で、問題行動はね、全然起こさないんですが、結構おバカさんなことばかりやってくれて笑っちゃうんですよね。制御不能に、僕がね、制御不能になってるとことかね、もうガーって感じ、そういう感じとか、あとケンちゃんリンちゃんのアホっぷり、アホっぷりですね。そういうのとかもね、ちょっとね、間抜けなとこがケンちゃんリンちゃんありまして、そういうとことかね、短い動画になると思うんですが、撮れたらいいなと思ってね、考えて、こちらではね、ちょっとアップしにくいなって感じの動画をね、アップさせていただきます。それと、ビフォーアフターとかね、トレーニング中の NG シーンですよね。まあ噛まれたとかね、大げさに言えばね、噛まれたとか、そんなはずじゃなかった、あれあれって感じの、どういうんですか、改善トレーニングのつもりで撮ってて、実は何もことが起きなかったとかね、ガッコンっていうのね、そういう動画も結構あって、もう消しちゃってるんですよね。でもったいないんで、せっかくね、10分20分かけて動画撮って、あららっていうのとかね、ハプニングとかね、そういうのとか、別チャンネルでね、撮っていこうと思います。
で、そのチャンネルのね、URL またご紹介で、説明欄にね、貼らせていただきます。それとこの動画の最後に、リンク貼って、チャンネルの紹介もさせていただいておきます。もしよろしければね、そちらの方も、ご観覧できたらと思います。それとチャンネル登録お願いできたらなと思ってます。まあざっくばらんとした、もうあまり肩にはまらず、バーッと撮ってるだけみたいな感じになると思うんですが、よろしくお願いします。はい、あきらくんです。な、あきら、作ってんな。作ってんな。もうわしゃ。それとですね、ピット、うちのチャンネルね、僕のチャンネル、見てる観覧者の方とかもね、ピット買いやすい、楽っていうのがね、ちょっとイメージしすぎて、なんかな。ちょっとご相談がありました、ピットブルの。でどういうご相談っていうと、ピット未経験者の方がですね、現在ピットブル、7ヶ月のピットブルが家にいてると。それで、飼育しやすい犬だってことで、もう一頭考えてるいうことでね。で月齢7ヶ月のピットなんですよ。でまた月齢2ヶ月ぐらいのピットを迎える。でどういうご相談だったっていうと、去勢をしたら犬同士の喧嘩、オス同士を考えておられるみたいで、オス同士喧嘩しないですかっていう質問だったんですよ、相談だったんですよ。それって個体差があるし、去勢したから喧嘩しないっていう、まあ喧嘩する原因が一つなくなるんで、喧嘩はしにくくなるだろうですね。でも個体差ねあるんでどうか分かりません。それとあと飼育環境、と飼い主さんのスキルですよね。そういうのが関係してくるんで、生きがいには言えないんじゃないですかっていう答えしかできない。でなぜ去勢するかしないかとか、去勢しない方向で考えてるみたいで、でなぜかっていうとお聞きするとね、繁殖させれないっていうか言うんですよね。で繁殖ってうち愛護やってのに繁殖っていう言葉を出されるとプチって切れちゃうんですよね。でど素人じゃないですか、ピットの。それとブリードしていくには結局許可書がいるんですよね。で何考えてんのこの人と思って、でピットブルー飼われたことない方が7ヶ月のピットが1頭置いてて、ピットってこんなもんかっていう甘く見られてね。でまた2頭目のオス、よく似た月齢になるじゃないですか、2ヶ月いて、半年遅れぐらいの子、そんな2頭テンション上がるの分かってるじゃないですか。うちのソフィーダディ見てもらってもすごいテンション上がってるんですよね、やはりね。でピーちゃんも加わってもうはちゃめちゃなってます。でそう1頭ではおとなしいかもわからないけど、2頭になるともう倍の興奮度で収まらないんですよ。3倍、4倍ってなるんですよ。で飼い主さんのスキルが低くかかって興奮を落とせない飼い主さんならもっとなるんですよね。でその中で飼育されてよく似た月齢の犬がいてると、ピットまだね完璧なピットの飼い方っていうのを分かっておられない方がピットブルを飼う2頭できないでしょっていうことをお伝えしました。できないですよそんな。でブルの飼育経験はあるって、ブルドッグね。でまあブルドッグも興奮バーンって上がる犬です。
うん、でもピットの興奮の上がり方と比べると全然違います。でピットが興奮して執着した時の執着 をなくすなくならないんですよね。ずっと執着してずっとやっちゃうんですよね。それとピットブルのブル系っていうのはもともと牛のお腹に噛みついてっていう競技みたいなんがあって、虐待の牛のそのために作られた犬でね、噛みついたら離さないんですよブル系は。でそういうこととか全然経験なさらずにピット飼われて、それピット喧嘩したらどうするんですかってね、顎ロックしたら外せないですよ普通の方っていうの。もう本当にピットブルってね、顎ロックしちゃうんですよね、カコンって。ブルドッグ系っていうのはね、でその顎ロックしちゃうと普通の方外せないです。でそういうこともご存知でない方がオスのピットを2頭買いで、まして自分では判断できず去勢しなきゃいけないんかなっていう相談をピット飼われてる僕ですよねに相談するぐらいのスキル、そんなん怖くてね返事もできないじゃないですか。やめられた方がいいんじゃないですかっていう答えを言いました。で家族と相談して決めますみたいなね。それ無理でしょって、そんな何でもそんな無茶したいんかなって思うよね。で繁殖に使うってそういう素人さんが、まあオスなんでメス犬のおるとこに繁殖に貸すみたいなことを考えておられると思うんですが、そんな子出てきた子供どうなるんかなと思うんですよね。で無許可の繁殖じゃないですか。で安く売るつもりでおるんでしょうね。そんなんでピット増やされたらたまったもんじゃないですよ本当にね。ピットは本当にね頭よくてね従順な犬で、きちっと育てれば本当楽な犬なんですよ。でフレンドリーな犬でね。でもそういう飼い主さんが買っちゃうとそうなる可能性ってすごい下がってくるんですよね。たまたま個体差があっておとなしいピットならいいですが、そうじゃなかったらどうなるんですかっていうことなんですよね。もうむちゃくちゃ腹立って、もう全然その犬を愛してない方、自分中心、もうむちゃくちゃな人ですよね。ちょっと腹立ちました。ピットは本当にね、その僕の新しい作ったチャンネルなんか、秋田とかね、うちね、紀州とかあとね、ピットブルでロットピットトサピット、とかいてて、もっともっとね、そういうなんちゅうんですか、ちょっと敬遠される犬たちも飼い方次第でほんとフレンドリーでね、飼いやすい犬になるよっていうののアピールをしようと思って僕はねチャンネルを作ったんですが、ちょっとねそういう方には見てほしくないなーって思いますね。いろいろ言いましたがね、見るのは勝手に見たらいいと思うんですが、それで悪影響をねもたらさない動画にしなきゃいけないかなっていう気もしますね。ちょっと無謀。もうなんかもう、なんでそんな考えになるねんかなっていう感じですよね。ちょっと考えさせられますね動画発信もね。でも本当にもっともっとねピットブルの良さ、秋田犬の良さとかをね分かっていただきたいなと思って僕は思ってます。ドッグランに行けないとか
かね、ドクラに行ってもなんか警戒されるとかね、そういうのよく聞きます。でもドクラに行けますから、ピットブルも秋田犬も、行けますから、そういう目で見ないでくださいよっていう感じで僕動画思ってね、動画発信してるんですがね、なかなか世間は分かってくれないです。飼い主さん次第なんですよ犬ってね。ということで、新しいチャンネル、ドッグレスキュー A&R の素顔っていう、チャンネル名にしました。今ね、動画3本上げてます。よろしければご観覧ください。それでは、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、失礼します。ありがとうございました。